はい、この動画では僕が神経へのアプローチをするときにやる方法っていうのをお話しします。神経っていうのは末梢神経ですね、肩とか肘とか手首に命令を送っている神経に対してやります。使うことが多いのが首の横にある神経なんですけど、目安になるのが首の横、この辺りに静脈があるんですね。この静脈があって、静脈のすぐ奥に神経が走っているので、静脈を探しに行きます。ここにあるんですけど、神経がこういう感じで走っています。ではやる前に可動域をチェックします。首の可動域こんな感じです。ちょこっとだけ硬い方、こっちは、ちょっとだけ硬いですね。あと可動域ちょっと硬いです。ではいきます。こっち側やります。で、静脈があります。今見えにくいです。ここに静脈がありますね。で、静脈の奥に神経があるので、ここに指を添えてこっち側に刺激を入れます。めちゃくちゃ強くは入れないです、ちょっとだけです。で、刺激を入れると神経の組織が緩んでくるので、それについていく感じでいきます。めちゃくちゃ力は加えていません。これで反応しきった感じですね。では可動域チェックします、結構伸びが出た感じですね。回線チェックします、かなり変わっています。そして僕が使うことが多いのが硬膜への施術です。脳を包んでいる膜っていうのがあるので、それに対してアプローチをします。これだけでどうかですね。可動域が変わっているかチェックします。だいぶ変わっています。そして回線します。ここの伸びがすごく出てますね。こっちも変わっています。この脳を包んでいる膜っていうのがこうギュッて硬くなると、膜のつながりで首が軽くなったり、胸の方とか、腰とかですね、仙骨の方も変わってくるので。ここの硬さが全身に影響することがすごく多いので、だから僕はこの脳を包んでいる膜にワークすることが多いです。もしね、この動画気に入っていただいたら、いいねと高評価、チャンネル登録お願いします。